こんにちは、すみません、ちょっと見にくくて申し訳ないですけど、亀智樹選手が、TMK ジム、移籍後初戦というところで、まあ、位置づけとしましてはもうこれ世界前哨戦ですよね。で、その相手が、WBA の同級13位のルイス・カスティーヨ選手というメキシコの選手と対戦というところで、まあ、智樹選手のこのプロフィールの紹介はちょっと省きますけど、このルイス・カスティーヨ選手の、紹介をですね、短くまとめてみました。はい。戦績はですね、20戦19勝 12KO の、1分けと。で、身長が167センチで、リーチが、168センチの、サウスポーの25歳と。で、国籍が、先ほども申し上げましたが、メキシコ。で、今年8月に、メキシコの、32戦28勝 13KO、4敗の選手とやって、これを、TKO 勝ちを収めていると。で、主な対戦相手、まあ、名前のある対戦相手としましては、元 IBF のミニマム級チャンピオンのマリオ・ロドリゲス選手。まあ、この選手は、過去に高山選手、日本の高山選手というとも、対戦経験のあるこの相手を、白星で勝ってると。それが10ラウンド3対0の判定勝利で、勝ってるというところです。はい。で、現在は WBA13 位にランクインしている、メキシコの、まあ、25歳のこのホープっていうとこですね。はい。無敗の、うん。で、ちょっと動画も漁ってみたんですけど、これちょっとしっかりこれ検索ね、すればあるのかもしれないですけど、ちょっと見当たらなくて、申し訳ないです。ちょっと見当たらなくて、情報がね、薄い状況で本当に申し訳ないんですけど、まあ、このプロフィールだけ見ると、まあ、上沿いはね、168センチで、まあ、ある程度大きくて、まあ、智樹選手ほどではないけど、まあ、ある程度大きくて、で、無敗っていうところでね、うん、戦績的にも、まあ、全然ね、申し分ない相手で、しかも、ね、弱いとも思わないし、うん、戦績上だけだと。なのでね、これはどうなるのか、まあ、ちょっとわかんないですけど、動画がないので。うん、まあ、とりあえずは、移籍後、智樹選手にとってみたら、移籍後初の、その相手が、このメキシコの WBA 同級13位の、ルイス・カスティーヨ選手との、対戦がありますというところで、ちょっと軽くね、まとめてみました。はい。ちょっと本当にね、動画がないので、ちょっとなんとも言えないんですけど、うん、これでね、勝てば、智樹選手は、アフマダリエフか、パパレスに、挑みたいという形でね、おっしゃってましたので、まあ、この試合はね、落とせない、非常に智樹選手にとっては大事な一戦になってきます。はい。まあ、ちょっと長くなってしまいましたけど、今回ですね、智樹選手が、TMK、ジム、移籍後、初戦の、対戦が、2月に、決定というところの動画でした。はい。まあ、皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、どうしようとください。以上です。